こんにちは、ザツです。今回は奈良から高知まで旅行に行きました。美味しいカツオが食べたいと勢いだけで動きました。ただですね、今回の旅行、公共の交通機関は使わないということで動きました。ということで、あっという間に四海峡大橋を通過しています。風景がとても素晴らしかったです。当たり前ですけど、右も左も海なんですね。河内サービスエリアで休憩しました。建物の中にはあまり入らず、外で休憩。ただ風がとんでもなく強かったんです。景色はですね、ご覧の通り素晴らしいものでした。このカメラの最大広角を利用して撮りました。休憩もほどほどに淡路サービスエリアを後にしました。鳴門橋を通過します。もう四国へ上陸です。高知自動車道へ入りました。ここから雪景色だったんです。で、下りに入って晴れてきました。こんだけ天気が違うんですね。高知インターチェンジで降りて市街地へ入ります。高知に上陸は初めてです。風景が全然違うんで驚きました。高知市街地です。路面電車と並行で走っていきます。ホテルへ到着しました。今回はサウスブリーズホテル高知というホテルになります。チェックインします。フロントの対応はですね、とても素晴らしかったです。座ってて、体温チェックだったよ。まずですね、当ホテル展望浴場ございまして、左側、あちらのエレベーター8階にございます。ご利用のお時間、本日夕方5時から夜11時まで、はい、朝6時から9時までですね、行かれる際は必ずお部屋にありますタオルをご持参いただきますと、女性のお風呂は安全のための入り口のドアがオートロックになっております。ですので、行かれる際はですね、必ず一度フロントにお立ち寄りいただいて、その入り口の鍵をお受け取りならずご利用いただくという形で、はい、ありますので、それをお伝えくださいませ、はい、で本日お泊まりいただくお部屋、こちらも同じく A 館の3階でありますので、左のエレベーターから3階へお進みくださいませ、はい、あとこちら、明日のご朝食のチケットでございます、はい、ご朝食の会場、こちらすぐ後方1階のレストランの方で6時半から9時までのダイニングになりますので、アメニティはフロントの横に置いてありました。最近はこういうタイプ多いんですね。私は結構好きですけど、ホテル側からすれば無駄がなくなるんでしょうか。ヘアバンドとかあるよ。チェックインも終わり、お部屋へ向かいます。こっちなんかな。ここが朝朝食会。13階入って、押さえとかんと閉まるよ。普通13階じゃん。ああ、書いてある、うん、あ、なんか昔の村のホテルに見えます。はい、到着しました。冷蔵庫が結構大きめがついてます。で、昔ながらのお茶のセットですね。これはお茶が入ってるやつですね。これはティーバッグかな。お茶碗で、ポットがあって、
で、リセッシュが置いてありました。ここはで、ここのとこが洗面とおトイレ、あ、ユニットバスになってます。電気つけユニットバスなんですね。で、入り口で言われた通り歯ブラシしかなくて、シャンプー、コンディショナー、ボディソープがあります。で、一応ユニットバスがあって、屋上にお風呂がついてるので、ここはほとんど使わないと思います。よいしょ。で、大きなクローゼットがあって、大きなクローゼットがあります。テレビが32インチぐらいかな、ソニー製がついてます。それでは夕ご飯の方を食べに行きたいと思いますんで、また後ほどレポートしたいと思います。ちょっと景観は良くないですね。そんな感じです。よいしょ。で、室内は和室、ベッド、あ、布団が 1,2,3,4 セットで、1人一番小さい子は、添い寝で行くと、まあ、並べればですね、雑魚寝になるんで問題ないと思います。で、こちらの方が、案内の方があります。自動販売機の案内と、お風呂の案内、17時から23時まで、6時から9時までということで、あります。で、入り口で朝食券いただきましたので、こちらで使います。コインランドリーがあるみたいですね。8階で使っていきます。結構忘れ物する人が多いんでしょうか。おちょこちょいさんですね。忘れ物の保管期間についてという1ヶ月以内で、生鮮食品は1日だけということで書かれてます。注意してください。で、まあどこにでもあるような感じかな。 Wi-Fi が使えるみたいですね。 Wi-Fi の方は後で設定してみようと思います。で、今時珍しく灰皿が置いてありますね。久しぶりに見ました、灰皿。結構大きな昔ながらのやつです。よいしょ。それではですね、先にご飯を食べて、夜な夜な温泉に入ってゆっくりしたいと思います。では行きます。そこにクルーザーがいっぱい止まってます。明神丸本店というところに来ました。まあ地元の人から言わせばいろいろあるんでしょうけど、とりあえず検索したら上に出てきます。予約なしで飛び込みで来たんですけども、すぐに通してくれました。感謝です。こちらはチャンバラという貝だそうです。普通に美味しかったですよ。見た目が取り方違うやつ、こうちゃう、見た目ちょっとまだ辛すぎる。
動画やめて、リンクやめて、動画でかける。あ、いや、かかってるって。かかってる。超肉か、ニンニクか。うわ、すごい。わさびが横にくっついてる。はい、いただきます。うん。うまきどろどろ。これもついてる。これって言うの？お味噌汁が美味しそう。めっちゃ美味しい。あ、うん、うん、海だ。あ、これ水出てる。なんか青いやつ。さっきのスーパーのがいいな。お疲れ様でした。マスクはある？ホテルへ戻って寝る準備をします。さすがに300キロも運転してきて疲れました。早かった？早くても隣に行ってきた。帰ってきた。よし、3で6番です。ありがとうございます。はい、どうも。お部屋に戻ってきました。それではお風呂に入りに行きたいと思います。赤いやり押さないかな。え、いいの？テンション？はい、行き過ぎたっぽい。まさか。え、もう9回とか行けんの？普通行けへんようになってない。なんであんのびっくりした。テントハウスに、おてこと外出れんの？間違えてるよ。コインランドリー、じゃん。コインランドリーは200円。で、ドリンクは外と同じ値段くらいですね。ここはビールが、まあ、こちらですか。ビールは若干高めなのかな。はい、それでは行きます。電子レンジとコインロッカーがあります。あ、鍵を回す。鍵を持ってきて鍵を受け取るのために、うん、じゃあ、はい、高いっぱいな量も勝負。あ、これはそのまま、はい、入れるよ。よいしょ。で、はい、脱いで。これ、人気なんかな。全然いいひんけど。全然いいけど。シェーバーとこれ食べるんだ。シェーバーと。はい、出て。はい。
ばいよな。やばいね。やばい。裸足で帰るの。どう？楽しすぎや。まだやと思う。でも、あの高級ホテル、高級宿や。いや、それの時間だ。笑う豚よ。これは家畜の暗縁、人の暗縁。高知ごっくん馬地村。ね、これ開けて。ゆずはちみつ開けて、くそそい。はちみつレモンみたいな感じ。うん、はちみつレモンのゆずばん。ゆずばん、美味しそうやな。みたいな。いただきます。おー、うまいね。危ないよ、こぼしそう。こっちは美味しいから。ゲゲ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 ゲ、これ食べます。姉ちゃんも一緒です。美味しい、これ美味しい。あっさり。一気にごっくん飲んでください。バジムラの体中に広がります。これって炭酸とかじゃない？うん、炭酸のもあったよ。バジムラっていうの。マジムラ。ね、これってさ、栄養がいっぱいあるの。ビタミン。ああ、ビタミン。美味しい。さっぱりやね、蜂蜜レモンくるってと。めっちゃ美味しかった。早っ。 10% 顔がついてる。バックにりんちゃんが俺に来るさっき。これ欲しい。おはようございます。今、7時の、13分になりました。で、あの朝食がついてるということで、朝食券のもらいましたんで向かいたいと思います。それでは行きます。行こう。規模は少し小さめだったんですけども、食べ物のクオリティが非常に高くてですね、本当にみんな満足してました。この釜揚げしらすが本当に絶品で、特別に仕入れをしているものだということで後で伺いました。ウツボの高知茶漬けと漬物も素晴らしかったそうです。あれちょっと聞いてみたら、ウインナーの、お菓子からあやとりです。若干生かな、これ。すごいですね。ごちそうさまでした。ということで、アレルギーにも対応していただきまして、ありがとうございました。お部屋へ戻ってきて、退室の準備をします。いや、そんなことない。おはようございます。今ですね、8時34分になりまして、そろそろ出たいと思います。
で、今日なんですけど、広島の方へ向かってですね、もう一泊したいと思います。このホテルなんですけども、まあ、最初はどうかなという感じだったんですけど、お風呂もですね、広くて、部屋がとにかく広くて、ゆっくりできました。で、朝ごはんがですね、ちょっといろいろあったんですけど、すごく美味しかったです。シラスとか、大絶賛でした。そうだですね、細かく美味しいものをいただきました。もしよろしかったら、こちらの方に宿泊してみてください。それでは行きます。一晩ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしですね、ちょっとでも気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。励みになります。今回は変な T シャツありません。すみません。